チンチャオ石川ファミリーズです。ということで今回はですね、じゃじゃーん、こちらの飲み物を紹介します。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、こういう感じで書いてありますね。これは何の飲み物ですか。これは紅茶ですけど。はいはい、ティー書いてあるんですね。ティー、はい、はい、これは何て。これは名前。名前、はい、ドクタータン。ドクタータン、はい、はい。で、これはベトナムの国は暑いの国だから、みんなの体の中に熱くなる人いっぱいいるから、だからこれ、この肉は寝て、飲むは体がいい感じになる。あ、冷えるってことだ。そうですね。はい、じゃあ早速ですね、どんな感じか飲んでみましょう。はい、開けてみます。はい、約ですね、45円ぐらいかな。はい、っていうことですね。はい、じゃあ飲んでみましょう。やっぱティーだけあってこういう感じだね。なんか見た目はウーロン茶っぽい。そうですよね、ウーロン茶っぽい。じゃあちょっと飲んでみてください。どう、説明難しい味。そうですね、甘い味だ。甘い、うん、甘いでもめっちゃ甘いなくて、まあまあ、でもこれ、この種類は砂糖入ってないタイプあるから、それでも甘いんだ。そう、へえ。じゃあちょっとですね、私もこちら飲んでみますね。これ、はい、じゃあちょっと飲んでみますよ。にね、ほんのり甘い。で、なんだろう、説明は、小学生の頃に、よくね、麦茶とかに砂糖を入れて飲むっていうのがあったのよ。例えば運動とかした後にその砂糖入りの麦茶を飲むみたいな、ね、よくサッカークラブとかそういうサッカー少年たちがその、部活動終わった後に飲むっていう、なんかそういう懐かしい感じの味。ちょっと説明ね、回りくどくて難しいんだけども、要は、日本であるあの麦茶にちょっと砂糖を入れて飲んだかなっていう。ただこれ砂糖なしなんでしょ。そうですね、砂糖なしなのに。砂糖なし方、だからなんだろうね、甘いから、もしかするとこのままミルク入れたらミルクティーみたいになるんじゃない。あ、そう、もう甘いじゃん、だって牛乳入れたら。ちょっと止まってしまいましたね。難しい。でも甘いから牛乳入れたらミルクティーになるんじゃないこれ。あ、そうですね、ミルクティーっぽいね。ぽいでしょ、うん、っていう感じ。砂糖なしの、ミルクティーだから、もう健康にいいのかな。じゃあそうなると、うん、そうですよ、という感じですね。これ飲んでニキビ出ない。出ない。そう、じゃあ薬にもなる。そう、あーということですね。じゃあ結構これはもうベトナムの人は飲んでる。そうですね、飲んでますよ。飲んでる。あ、じゃあトゥイのお母さんは。お母さんはちょっと今、お母さんはトゥイの病気になってるんだから、ちょっと甘いもの、甘いの味、味はダメなんだ。ちょっと飲まないですけど、でもこれは砂糖入ってないやつは多分飲めると。飲まる、うん、じゃあトゥイの妹は好き。そうですよ、好きですよ。タムちゃんは、タムちゃんはもう飲めるだけど、飲める。でもタムちゃんはまだ小さいから、ずっと水だけ飲むから、ちょっと他にするよりはちょっと嫌なみたいですね。あー、すごい顔するもんね、なんか、うわーっていうか。いつも水だけ、冷たい水だけ欲しい。わかりました。ということで、じゃあ紹介ありがとうございました。
はい、じゃあ最後にですね、これを見ていただいている方に何かありますか？はい、ベトナム来るときはあのこれあったらちょっと飲んでみて、はい、でもしベトナムの暑いからこれは買って、うん、冷蔵庫を冷やして飲む、体がいいな、うん、いい感じになるから、うんうん、であの砂糖ありのもありますので、くれぐれもですね、購入するときはこの白い色、はい、白い色のこのペットボトルが砂糖なしということなので、はい、だって今どのビューティーナルといっぱいいるから、砂糖入ってないやつもいいと思うけど、はい、そうですね、はい、おそらくですね、ベトナムの方はやっぱベトナムコーヒーとかめっちゃあの練乳入れるでしょ。そうですね、だからやっぱりあの将来的にね、糖尿病っていうかそういうね、あの病気とか結構大変なので、やっぱりですね、日頃から健康管理が必要じゃないですけども、うん、そうですね、やっぱ結局のところ自分のことを守れるのは自分だけですので、ね、やっぱり健康管理もですね、こういう砂糖なしのこちらのドリンクを飲んで見るのもいかがでしょうか。はい、本当はこの種類はドリンク、うん、砂糖入ってる種類もあるんですけど、でも今あのみんな砂糖嫌な人もいっぱいいるから、うん、なんかこれな、うん、砂糖入ってないやつ、うん、メーカーは考えして、うん、その感じ砂糖入ってないやつ作るから、うん、あ、じゃあ少しずつベトナム人の中にも砂糖なしのドリンクを飲むみたいな動きが出てるってことだよね。そうですね、だって牛乳とかも砂糖入りの牛乳があるけども、砂糖なしの牛乳もあるでしょ。そうです、うん、ということだよね、はい、うん、だってベトナム人は甘い好きですけど、でも今、うん、あんまりみんな病気いっぱいあるから、うん、みんな自分で気をつける人もいっぱいいるんですね、うん、だからあの牛乳、昔はベトナムの牛乳いつも砂糖入ってるやつだけど、うん、でも今はもう砂糖入ってないやつも出たんですね、うん、あ、だから今ドリンクこれもそうですね、うん、じゃあどんどんですね、そういう砂糖なしの動きが、まあ、ベトナムでも始まっているということですね。そうです、なので、まあ、あの日本人の方もですね、ベトナムに来た時は当然砂糖入りのものと砂糖なしのもの、ドリンクいろいろとあるので、まあ、買う時はですね、まあ、こちらのドリンクに関してはもう白い、白い色を目印にして、もし分かんないだったら店員で聞いて、あ、砂糖なしかって、そうです、ね、じゃあちなみにですね、ベトナム語で砂糖なしかって聞く時はどういう風に聞けばいいでしょうか。これはカンブ、カンブ、コ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 ンブ、まあね、合ってる、コンブ、あのね、ルーは砂糖ですけど、カンブはなしやつ、うん、でもカンブ、ルー、ルーとルーはちょっと発祥と似てるから、外国人の発祥はちょっと分かんないですけど、あ、はいはいはい、あの店員は、うん、できれば、うん、今ベトナム人は英語分かるいっぱいといるんですから、はい、もしできればあの英語をね、うん、話してもらってますね。分かりました、じゃあ英語でね、ノンノンノンって言えばいい。それはベトナム語で美味しいっていう意味ですね。そうですね、はい、まあ、ノーシュガーとかいう感じで聞けばいいってことですね。はい、はい、ということでありがとうございました。それでは、はい、バイバイ。